るの？そもそもこの館どうなってるのよ。静かにしろ。あの化け物は視力が弱いらしい。身を潜めていればやり過ごせるはずだ。言ったか。あのさっきの化け物は何なんでしょうか。最初は普通の女の子だったのに、妙なお面をかぶってたから普通じゃないのかもしれないけど、でもいきなりあんな化け物になっちゃって。落ち着け。僕にもよくわからないんだ。ならここがどこだかわかりますか？私目が覚めたらここにいて、それで。待って、今その話はよそう。さっきのやつが戻ってくるかもしれない。場所を移動するべきだ。ここなら大丈夫かな。何かあってもすぐに逃げられるだろう。はい。話の続きをしてもいいですか？ん？ここがどこかって。ああ、僕は目覚めたらこの館にいた。この先の部屋で一人倒れていて、様子を伺いに出たところで異常事態に気づいたんだ。君はなぜここにいる？私はわからないのか。なら名前は？見たところ学生みたいだけど、年はいくつ？もしかして君も何も覚えていないのか？はい。君も？僕も同じだ。いつからこの館にいるのか、ここで何をしていたのか、そもそも自分が何者なのか、少しも思い出すことができない。だから君の記憶に期待していたんだけど。二人揃って記憶喪失なんですね。そんなバカな話があるってことか。何してるんですか？身分証とか何か役に立つものがあるかもしれないだろう。万華鏡のかけらか。暗号文ではなさそうだけど、これも記憶はないんだよね。はい。意味がわからないな。万華鏡というのは僕たちの知るあの万華鏡のことなのか、あるいは全く違う代物なのか。そっちは何か見つかりましたか？同じく携帯があった。残っていたのは差出人不明のメールが1通だけだ。そこにはなんて？館から出る方法は一つと、それ以外に何も書かれていなかった。館から出る方法は一つ。何者かが僕たちをこの状況に陥れたみたいだな。でなければこんな文面にはならない。どこかで誰かが私たちの動きを見てるんでしょうか？大丈夫だ。今のは距離が遠い。はい。けどこのままいればいずれまた奴らと遭遇するだろう。早く出口を探そう。それなら私、心当たりがあります。え？よし、問題はなさそうだ。出てきていいよ。はい。目を覚ましたのが玄関だったとは。君はなかなか幸運らしい。そうですね。化け物に襲われることがなければ素直にそう思えるんでしょうけど。とりあえず外に出よう。開かない。この扉びくともしないぞ。そんな。おい、何をぼーっとしている？早く逃げなきゃ。無駄だ。囲まれている。ぼんやりするなと言っただろう。死にたいのか君は。ごめんなさい。助けてくれたの？それともあなたはここに住んでる人？どうしてそんなお面をつけてるの？ちょっと君、あんな見るからに怪しい奴に声をかけるなんて気は確かか？だって君は無謀だな。自分の身一つ守れないくせに敵か味方か知れない相手に関わろうとするんだから。ごめんなさい。でもさっきの人助けてくれたみたいだし、それより腕の怪我。どうしよう、血がこんなに。多少痛むけど見た目ほど傷は深くない。今はここから出ることだけを考えよう。でも手当てしている余裕はない。また化け物に襲われたら命が危ないんだぞ。わかりました。何をしている？何でもないです。にしてもこの扉全然開きそうにないな。鍵がかかってるんでしょうか？それは何とも言えないけど、扉が厚い割に作りは簡素だ。体当たりすれば押し開けるかもしれない。下がっていろ。もう一度。これ以上やったらもう片方の腕まで痛めちゃいますよ。別のやり方を考えましょうね。けどこんなに派手な音を立ててたら化け物に気づかれちゃうかもしれませんし。そうだな。おい。はい、なんでしょう。君は血が怖いのか？泣きそうになるなら看護役は引き受けるな。泣きそうって気がついていないのか？自分の目を触ってみろ。ごめんなさい、そうじゃないんです。ただ今頃になって自分の状況を理解したっていうか、本当に命の危機だったんだなって痛感して。助けてくれて本当にありがとうございました。ふん、見殺しにすると目覚めが悪いからだ。どんな理由でも助けてもらったことに変わりありません。少し触りますね。私は日陰くんと一緒に行きたいな。ダメかな？え？僕？ダメだった？私じゃお荷物かな。複数人で行動しようと提案したのは僕だし、引き受けてもいいけど。けど？もう少し頼りになるやつがよかったな。え、日陰くん、なんて言ったの？うん、よろしくね。何？さっきからすごく視線を感じるんだけど。伝えたいことは目じゃなくて口で伝えてくれる？不便だから。あのね、日陰くんに聞きたいことがあるの。さっきのことなんだけど。さっきのこと？一緒に行動しようって言ったとき、日陰くん、少し嫌そうな顔をしたでしょ？それ、どうしてだったのかなって。もしかして、私、嫌われてる？被害妄想にも程がある。そんなこと言った覚えはないよ。うん。直接何かを聞いたわけじゃないけど。行動を共にするのは嫌だった。それは指摘通りだ。やっぱりそうだったんだ。でもそれは、君が嫌いだからじゃない。君が頼りないからだ。君は頼りないというとまた誤解を生むか。君に限らず女の子は頼りなくてひ弱な生き物だと思っている。だから僕一人の力で守れるか不安なんだ。僕はヤマトほどがたいがいいわけじゃないし、カラスバほど機転が利くわけでもない。カギハほど君を気遣ってやれないだろう。冷静に考えて、君は他の相手を選ぶべきだと思った。その方が君のためだと。日陰くん。じゃあ私、嫌われてなかったんだね。よかった。もし何かあったら、守るなんて考えずに逃げていいからね。は？ほら、共倒れになったら意味がないでしょ？私も頑張るけど、もし化け物と戦って勝ち目がないって分かったら。ああ、君のそういうところは嫌いだな。自己犠牲が美徳だと思っているところだ。先に行く方は納得しているのかもしれないけど、後に残った人間は後悔と罪悪感を抱えることになる。本当に仲間を思うなら、最後まで諦めるな。自分の命を諦めるんじゃない。後まで諦めちゃダメだよね。全員で無事に館から出られるように頑張ろう。君の素直さは美徳だと思うよ。何これ。これ何だと思う？さあ、館の主の所蔵品みたいだけど。仮面のコレクション？なんだか生首が並んでるみたいで不気味かも。おい、ベニューリ。何？あそこに誰かいる。本当だ。誰？あっ！ねえ、あんたたち誰？あ、言葉がわかるんだ。足りめえだろ？バカにしてんのか？ううん、そうじゃないんだけど。そういう君こそ誰だ？名前は？さあ、覚えてないや。なら、他に記憶していることは？住所や年齢、親兄弟のことは？うん、全然。なんか思い出しそうになるときはあるんだけどね。何にせよ、ここにいたら危険だよ。館には化け物がいるから。化け物？影の集合体みたいなやつだ。どこかで見かけなかったか？それならあそこにいるよ。え？どこに？あそこ。ついに現れたか。待って、まずはこの子を安全な場所へ避難させてから。何をほうけている。行くぞ。大丈夫か？なんとか。日陰くんは？幸い君ほどの影響はない。そっか。これが万華鏡のかけらというわけだが、以前君が持っていたのとそっくりだ。そうだね、やっぱり。化け物が持ってたんだ。回収できてよかった。力を使うことが疲れるのか、あるいは黒い蝶のせいか。いずれにしてもそんな風に体力を消耗するなら、一日に何度も奴らを狩ることはできないな。ごめんなさい。また私、足を引っ張ってる。疲れるのは力を尽くした証拠だろう。だからそうやってすぐに謝るな。でももっと体力があればよかったのに。君の長所はどこへ行った？僕は今君の頑張りを褒めたんだ。素直に言葉を受け取れ。何を笑っている？ううん、ただ日陰くんが日陰くんらしいからつい。ありがとう日陰くん、いろいろと感謝してるよ。わけがわからないんだけど。わからなくていいよ。まあいい。かけらも手に入ったことだし、そろそろ戻ろう。みんなも帰ってきている頃だろう。うん、そうだね。あちらへ行ったな。マリコも行けるか？うんおい後ろ！一掃したか。まったく武者震いは結構だが、油断して化け物に背後を許すなよ。ごめんね、助けられちゃった。これは貸しだな。随分と疲弊しているな。ごめん、今立ち上がるからちょっと待って。立ち上がれそうには見えないけど。そんなことないよ。今黙って。黙ってと言っただろう。これ以上体力を消耗するな。だって慌てるな。感情を高ぶらせるな。何のためにこうしていると思ってるんだ。何のためにって。ただの荷物の運搬だ。ここでじっとしているわけにはいかない。他に方法もないし、そのうち夜になるだろう。荷物扱いされた。荷物より厄介だ。喋るし動くし文句を言う。言ってないよ。ならおとなしく従え。動かれるとこちらも体力を使う。はい。それでいい。思ったよりは軽い。思ったよりはって何？何度言わせるんだ。夜になる前に着いたな。他の連中は帰ってないようだけど。さっきより疲れてないか？気のせいだよ。平気平気。ソファーまで運ぶか。もう大丈夫だってば。自分で歩けるよ。なら飲み物でも持ってこよう。いいよそんなの。今日はなんだか親切だね。一応責任は感じている。君に何かあれば僕が怒られるからな。怒られるってそんなことはないと思うけど。君が思っている以上に女性であるという立場は大きいものだ。おまけに君は武器の会得も最後だったし、みんなが気にかけている。確かにそうだね。おまけにその性格だ。性格も？大方荷物になって申し訳ないとでも思ったのだろう。顔に出ている。バレバレ。素直は君の長所だが、素直すぎるその行動も不安要素の一つだ。すみませんでした。分かればいい。なんだ？部屋に戻ったのかと思った。水を取ってきてくれたんだ。そこまで冷淡じゃない。ほら。ありがとう。落ち着いたかも。ならいい。随分と動揺してるみたいだったし。心臓もやけに高鳴ってたからな、素直に。そりゃお姫様抱っこされて平静じゃいられないよ。お姫様抱っこ？運搬方法の一つだ。それも分かったけど。じゃあコツを教えてよ。どうやったら日陰くんみたいにいつも冷静でいられるの？知らない。一言くらいアドバイスをくれてもいいじゃない。元からの性格だからな。慣れればいいんじゃないか。慣れる？お姫様抱っことやらに。そっちもだけど、そっちじゃないよ。そう。ことで動けなくなっちゃうなんて。それでもやった方がいいのかな。はい。紅指、僕だ。今いいか？日陰くん？大丈夫だけど。君と話がしたい。うん、今開けるね。ちょっと待って。どうしたの？日陰くんが私の部屋に来るなんて珍しいね。昼間の君の様子が気になったんだ。私のこと心配してくれたの？僕たちは共同生活をしている仲間だからな。一緒に行動した相手の様子に気を配るのは当然のことだ。私なら大丈夫。ちょっと疲れてるけど、休めば明日には良くなっていると思う。そう。一応差し入れを持ってきたんだけど。あと、これはお菓子？チョコレートだ。疲労回復にいいらしい。鍵葉からもらってきた。わざわざ鍵葉さんから？何をニヤニヤしているんだ。気持ち悪いな。うん、なんでもない。せっかくだから日陰くんも一緒に食べようよ。それはもう君のものだ。僕には必要ない。疲れてるのは日陰くんも同じだしね。一個だけでも食べていかない？分かった。一つもらおう。よかった。じゃあお茶も入れるから座って待ってて。おい、何も飲み物まで用意する必要は。いいからいいから、コーヒーでいいかな。だから僕は部屋で待つとは言っていない。すぐ入れてくるからちょっと待っててね。君は案外強引なところがあるんだな。そうかな。日陰くんと一度ゆっくりお話ししてみたかったし。でも男を部屋に招き入れるなんて不用心なんじゃないか？こういう時、男が何を考えるか知らないわけじゃないだろう。日陰くんはそういうこと考えなさそうだから誘ったんだけど。もし僕が今欲望に駆られて何かしたらどうするつもりなんだ。信頼されていると思うことにするけど、もっと用心しろ。服装も挑発的にならないように、普段から着崩さないよう気をつけるんだ。何がおかしい？僕は真剣に言ってるんだ。君は隙がありすぎる。ごめんね。心配してくれてるんだよね。ありがとう。でも日陰くんお父さんみたい。急に黙り込んでどうしたんだ？なんでもない。ねえ、日陰くんはここに来る前のことで何か思い出したことってある？かけらを万華鏡に入れた時、みんな何かの記憶を取り戻したみたいだし。言いたくないことだったら話さなくても大丈夫だから。僕は双子の兄のことを思い出した。日陰くんって双子だったの？顔は似ていないけどね。兄はとても明るくて喧嘩が強くて友達がたくさんいた。僕は子供の頃は口下手で感情を表すのが下手だったから、兄によくかばってもらっていた。そうなんだ、仲が良かったんだね。ああ、喧嘩もしたけどとても仲が良かった。僕は兄を尊敬していたよ。いや、今も尊敬している。こうしている間にも兄は僕を探しているかもしれない。そう思うといても立ってもいられなくなる。日陰くんの気持ち少しだけわかるよ。私も妹に早く会いたいから。君にも下がいたのか？うん、はるかっていうの。明るくてちょっと混ぜてるけどとても優しい子なの。きっと私がいなくなって心配してると思うから。そうか、君と僕は似たような境遇なのか。うん、だからっていうのも変だけど、日陰くんにちょっと親近感湧いちゃった。勝手に親近感抱かれても迷惑だな。そうだよね、ごめんね。でも少し心が軽くなった。辛いのは僕だけではないとそう思えたから。それならよかった。どうした？急におとなしくなって。うん、なんでもないよ。長いしすぎた。そろそろ僕は部屋に戻る。ちゃったね。いや、話せてよかった。ありがとう。私も日陰くんと話せてよかった。またお兄さんの話聞かせてね。そうだね。じゃあおやすみ。おやすみなさい。日陰くんに双子のお兄さん。疲れが取れていくみたい。今日はこの廊下も随分静かに思えるな。仮面の人物も化け物も見当たらない。そうだね。いつつもこのくらいの方が安心して館を見て回れるんだけど。叶わぬ望みをかけるくらいなら探索を進める方が現実的だね。そりゃそうだけど、次はこっちの部屋ね。鍵はかかって。あっ、おい。君という人は。ごめん。わざとじゃない。君が急に部屋の中に転がり込むから。分かってるけど。たかだか部屋に入るだけでどうしてこんな状況になるんだ。器用だな君は。ごめんなさい。私もこんなことになるなんて思ってもみなかったし。まあ当然そうだね。分かってはいるけど、この体勢も思ってもみなかったことだからな。うん、それも分かってるよ。ちょっと待て、今どけるから。どうした？髪がどこかに引っかかってるみたい。動くと引っ張られて。どのあたり？後ろかな。どこだ？手探りではわからないな。というか顔が近い。仕方ないでしょ。そう、なんでこんなことに。自分でやるよ。不器用だな、やはり僕が。そうだ、何か刃物持ってない？刃物？引っかかってる髪を切ればいいよ。取れないみたいだし仕方ないもの。髪を？ダメだ。髪は女性の命だろ。綺麗に伸ばした髪をこんなところで無駄に切る必要はない。でもこのままじゃ。分かってる。落ち着いてもう一度探ろう。僕がやるから。ほどけた。本当？これで動けるはずだ。よし。なんか物が落ちてきたよ。なぜこうも邪魔が多いのか。ダメだ。下手に動くと棚の下敷きになりそうだ。さっきの派手な物音に誰かが気づいてくれるといいんだが。そっか、誰か来てくれるかな。出なければ困る。このままでは。おい、安易に動くな。なんで僕が動かないと思ってるんだ。けど、この状態恥ずかしくて。あのな、僕が恥ずかしくないとでも？そうだけど。この責任は取ってもらうからな。後で覚悟しておけ。動くなど。大変申し訳ないです。猛省しろ。誰か来てよ。変な声色を出すな。僕が悪いみたいじゃないか。日陰くんは悪くないです。だから誰か助けて。そうだ、それでいい。誰かいるの？鍵派か。こっちだ。そんな目で見るな。僕の意思じゃない。事故なの、本当に。私が油断して部屋に突っ込んじゃって、棚が崩れて、日陰くんに助けてもらって。そうだったんだ。紅百合さんに怪我がなくて何よりだよ。うん。日陰くんは背中に棚が当たってなかった？大事じゃないよ。気にするな。気にするなと言ってるだろ。頼もしいナイトだね。どういう意味だ？そのままの意味だよ。僕もナイトになりたいものだね。勝手になればいい。そう？じゃあ僕がお姫様を抱きかかえて助けてあげてもいいかな。さっきみたいに。話じゃないってば。お姫様でもないし。まったくだ。髪は引っ掛けるし、勝手に動いて物は落とすし。そんなピンチを救ってもらったんだね。なるほどな。そうなんだけど、そうじゃないのよ。私は誰？あ、夜遅くにごめんね。紅よりです。まだ起きていたのか。何か用事？そういうわけじゃないんだけど。あのね。そうだ、さっきの写真のことなんだけど、携帯が圏外でも中のカードを差し替えればそっちの携帯に画像を写せるんじゃないかなって思ったんだ。は？家族の写真やっぱり手元に置いておきたくない？こうやってカードを取り外してそっちの携帯に移動させれば。ちょっと待ってね、確かこの辺に。おかしいな。とにかく入りなよ、ここだと会話が響く。あ、そうだね、みんなを起こしちゃまずいもんね。じゃあ少しだけお邪魔します。日陰くん、前置きはいい。どうせ君のことだから僕の様子が気がかりできたというところだろう。世話焼きだとは思っていたけど、想像とたがわない行動ぶりに感心するよ。すごいね、ベニューリ。とても君らしいよ。確かにさっきからヤマトのことを考えていた。どうして今まで実の兄弟を忘れていたのだろう。それも血を分けた双子の片割れなのに、自分はどれだけ薄情なのかと。それは狭間へと来た時に記憶がなくなるからだってウサギちゃんは言ってたけど。けどもしもっと早くに思い出していれば、あいつの話を聞いてやれたかもしれないのに。僕は結局。そんな風に思える人は薄情じゃないよ。日陰くんはどこまで記憶が戻ってるの？ヤマト君以外の家族のことは？いや、結局思い出せたのはあいつのことだけだ。それ以外は霞がかかっていておぼろげにも思い出せない。長く入院してたらしいけど、館で目を覚ましたのはつい最近なんだよね。ああ、とにかく万華鏡だな。それを完成させればヤマトのこともなんとかなるかもしれない。何せ持ち主の願いを何でも叶えてくれるそうだからな。日陰くんはウサギちゃんの話を全部信じてるの？なんだか現実的な日陰くんらしくないというか、いつもならもっと疑いにかかるのに。あいつの言葉の一つ一つを鵜呑みにしているわけじゃない。ただここが夢の中だろうと生死の狭間だろうと、僕にとって今生きているこの世界こそが現実だ。ここで起きている問題の解決策がウサギの言葉の中にしか見つからないからには、それを礎に考え進めるしかない。全ての鍵は万華鏡だろうな。おい、ベニューリ、どうした？もしかして眠いのか？だったら部屋に戻って早く寝ろ。うん、そうじゃなくて、ちょっと考え事をしちゃって。考え事？何について？万華鏡のことを考えてた。館の主が万華鏡を完成させたい理由って何だろうって、自力で叶えられない願いがあるってことだよね。まあそうだろうな。願いを叶えてくれるか。なんだかおとぎ話の中の魔法のランプみたいだね。でもどれくらいわがまま言って大丈夫なんだろう。は？一生分のチョコチップアイスが欲しいっていうのは叶えてもらえるのかな？それがダメならイチゴたっぷりのミルフィーユでもいいな。あ、どれだけお菓子を食べても太らない体にしてくださいっていうのは大丈夫だと思う？君は励まし方が下手だな。僕が思い詰めているだろうと思って元気づけようとしているんだろう。にしても他に話題はないのか。食べ物ばかりというのは君らしいといえば君らしいけど、日陰くんなら落ち込んでる人にどんな風に声をかける？なんで僕が励まし方について講釈垂れなくてはいけないんだ。まあ参考までにね、お願い。仕方ない。そうだな。例えば相手の肩に手を置き、にこやかに笑いかけるとか。そのまま「大丈夫だ」と優しく口を添えてだな。どうして笑うんだ。おかしなことは口走っていないだろう。そんな励まし方するんだ。なんかすっごいベタだし。君よりはマシだろう。君の励まし方は胃もたれがしそうだ。ごめん。でもなんか不思議だね。何が？日陰くんが大丈夫って言うと本当に大丈夫な気がするよ。まったくバカバカしい。君といると何もかもどうでもよくなってしまうな。日陰くん？まあ心遣いは受け取っておくよ。ありがとう。人を珍獣扱いしないでくれないか。僕だって笑うことくらいある。ねえ日陰くん。何？私じゃ頼りないかもしれないけど、何か力になれそうなことがあったら言ってね。いつも助けられてばっかりだし、私も日陰くんの支えになりたいよ。影くん？君は無邪気だな。また似ている。ん？今なんて？いや、なんでもない。とにもかくにも万華鏡だな。ヤマトのことも気になるが、探索を続けよう。うん、そうだね。頑張ろう。ここに来てどのくらい経ったかな。かけらってあといくつ集めればいいんだろう。さあ、見当もつかないね。万華鏡が完成したら本当に元の世界に戻れるのかな。ヤマト君も一緒に、全員無事に。今は信じるしかないだろう。そのために今まで地道にやってきたんだから。それはそうだけど。君は一体。君、僕を誰かと勘違いしていないか。悪いけど見覚えがないんだ。お兄ちゃんはもっと小さくて、年も…どうしたの？大丈夫？あ、私、お兄ちゃんとはぐれちゃって、でも、全然見つからなくて、お父さんも、お母さんも、死んじゃった。もう、お兄ちゃんしかいないのに、私、一人ぼっちになっちゃう。顔も、名前も、わからない。どうしよう。お兄ちゃん。大丈夫だ。君はいずれ、お兄ちゃんと会えるよ。でも、ここにいる限り、君はお兄ちゃんと会うことはできないんだ。じゃあ、どうすればいいの？うん、そうだな。この先に花が咲き、蝶が飛び回る綺麗な場所がある。多分、そこで待っていてくれると思うよ。そこに行けば、会えるの？もしかしたら、君の方が待たなければいけないかもしれないけど。でも、この先ってどこ？廊下のもっと向こう？いや、君はそこへの行き方を知っているんじゃないかな。目をつむってみて。うん。わかった。あそこに行けばいいんだね。でも、やっぱり怖い。一人であんな遠くに行くなんて。大丈夫だ。何も心配しなくていい。ただ道を間違えないように進めばいいから。お兄ちゃん。ありがとう。ちょっと引き止めなくてよかったの？もしかしたらあの子も一緒に生き返ることが。両親を亡くしているようだった。うん、たとえあの子が生き返れるとしても、待っている現実は残酷なものなんじゃないか。そんなことないかもしれない。頼れる親戚だっているかも。子供だけで生きていくことはできない。あの子、無事に館から出られるといいね。妹がいたの？は？あ、いや、なんとなくだよ。雰囲気がお兄さんみたいだったから。お兄さんはヤマト君の方なのにね。けどなんだかすごく優しかった。あ、でも私には警戒心が薄いってお説教するくせに、自分だけいいなんてずるいよ。僕が優しい？まさか。まあいい、先を進もう。うん。おはよう、日陰くん。ちょっと時間あるかな？紅百合、いつもより早いな。改まってどうかした？何かあったのか？うん、そうじゃないの。ただ、聞きたいことがあって。聞きたいこと？まあ、僕にわかる範囲なら。日陰くん、はぐらかさずに答えてほしいんだけど。ああ。日陰くんの好きな食べ物は何？何？だから好きな食べ物だってば。和食。わかった、和食ね。ちなみにその中で特に好きなものとかない？あえて言うなら山菜の煮物かな。煮物か。美味しいよね。山菜だったらおそばにのせるのも良さそうだね。ありがとうございました。また明日質問させてね。お、何だったんだ、今のは。日陰くん、今日も聞きたいことがあるんだけど。またか。今度は何？ね、好きな女の子のタイプとかある？は？ね、好きな女の子のタイプとかある？は？だから髪は長い方がいいとか背は低い方がいいとか見た目以外でも好みの性格とかがあれば。別にないけど。そうなの？少しもない？そもそも考えたことがない。そっか、要するに好きになった人がタイプってことだね。いや、分かった、ありがとう。読書中お邪魔してごめんね。日陰くん、こしあんとつぶあんはどっちが好き？どちらでもいい。日陰くん、私のことどう思って？え？何？あ、ううん、なんでも。日陰くん、もうたぬき寝入りしないで。日陰くん、おかしい。最近僕の周りが騒がしすぎる。一体どういうことなんだ。紅百合、率直に尋ねるけど、君は僕に好意があるのか？毎日毎日つきまとうのはそういう理由じゃないのか？それを確かめてるところっていうか、日陰くんのことは好きといえば好きだけど、そういう意味での好きかどうかは一旦保留というか、とにかく日陰くんのことが知りたいって思ってて。何のために？仲良くなりたいから。そうやって意味ありげに告げられると、さすがの僕でも意識するんだけど、君がその気なら僕だってそれなりの行動をとるよ。例えば日陰くん、突然何を。この狭間では一体どこまでできるんだろうな。何の話？うつしおで死んでいて肉体を失っているかもしれないこの状況で、男女の関係になれるのかと思ってね。試してみる？男女の関係って？意味わかるよね？わからないわけじゃないけど。あれ？誘われれば君は喜ぶだろうと見込んでいたのに、違ったかな？それとももっと強引に迫ってほしい。無理やりというのも悪くないかもね。な意地悪するの？日陰くんは無理やりなんてする人じゃないし、遊びでそういうことはしないよ。それは君の願望だろう。紅百合、君は僕の何を知っている？知らないから知りたいの。臆病で怖がりなくせに首を突っ込もうとしてばかりだな。君はいつだってそうだ。私が臆病なのは自分でも分かってる。でもみんなのこととか日陰くんのこととか今はちゃんと知りたいって思うんだよ。私は本当の日陰くんを知りたい。本当の僕？僕は僕だ。日陰くん？遊びすぎた。君の言う通り冗談だ。真に受けるな。君は積極的だったり臆病だったりわけがわからない。最近迷惑だった？たくさん話しかけたりして。別に、ただ君がいると調子が狂う、それだけだ。君の言う本当の僕が乱されるような気がしているよ。ご飯煮物にしよっか。は？突然何？なんとなく山菜の煮物が食べたいなって思っただけ。まったく食い気が旺盛だな。君らしい。何を見ている？棚の整理をしていたんだろう。全然はかどっていないじゃないか。ごめん。たまたま開けた本が気になってつい夢中になっちゃった。君が洋書をたしなむとは意外なとこもあるんだな。と言っても絵本なんだけどね。なるほど、道理で。でも途中で物語が終わっちゃってるんだよね。最後にどうなったのかわからないんだ。ほら、ここのところ破り取られちゃってる。はい、どうぞ見てみて。ああ、これなら。日陰くん、この絵本知ってるの？だったら結末教えて。君が期待しているような終わり方だとは思えないけど、それでも構わないなら。つがいの白い蝶を求め、黒い蝶は旅をする。皆にあざけられながら、何日も、何日も、飛び続けた蝶は、力尽き、地面に倒れ伏す頃になって、ようやく緑なす楽園、サイケデリカの入り口を見つけたんだ。でも、黒い蝶は来た道を引き返した。ボロボロになるまで探し求めた楽園を背に飛び続け、ついに身を横たえたのは、砂漠の砂の上だった。息も絶え絶えになりながら目を開けると、蜃気楼の中に白い蝶が佇んでいて、黒い蝶は白い蝶の幻影に幸福を感じながら、砂漠でたった一人、孤独に朽ち果てる。これが話の結末だ。そんな、結局は会えなかったの？言っただろ。君が望む結末じゃないって。日陰くんは、子供の頃、これを読んでたの？覚えはないけど、そうなのかもしれないな。すごく昔に、どこかで、誰かと。君はサイケデリカがあるとしたらどうする？ベニューリ。死んでしまった大事な人と会えるとしたら。え？もし会うことができるなら、私は。会いたいよ。だから、黒い蝶が最後にどうして引き返しちゃったのかわからない。僕はわかる。サイケデリカへの道は険しい。元は白い羽を持っていた蝶が、いつの間にか黒い蝶になっていたように、そこに向かう途中、自分は醜く、ボロボロになってしまっているんだ。そんな姿を、美しいまま召された相手の前にさらせるかな。姿が変わりすぎて、分かってもらえないかもしれない。もし分かっても、汚れて、醜い自分は、嫌われてしまうかもしれない。だから、黒い蝶は楽園に焦がれながらも、来た道を引き返すんだ。待って待って、でも、それってちょっとおかしいよね。おかしい？だって、白い蝶の気持ちはどこにもないじゃない。白い蝶の気持ち。難しいことはわからないけど、私が白い蝶だったら、そんなことで相手を嫌いにならない。むしろ、馬鹿にしないでって思うかも。黒い蝶にとって、白い蝶が希望だったみたいに、白い蝶にとっても、黒い蝶は大切だったはず。見た目が変わったって、つがいの蝶は蝶のままだよ。綺麗でもボロボロでも、会いたいって気持ちがあるのに。なんというか、君らしくない返事だね。私らしくないかな。でも、黒い蝶が幻影に逃げるのはおかしいよ。弱虫で臆病者の君らしくない。そうか。君は強いんだね。白い蝶の気持ちを、僕が信じられない人の心を。君は信じられるんだね。幻影に囚われることもなく、砂漠に逃げることもなく、僕より、ずっと強い。まあ、君は、多少は人を疑うことを知った方がいいと思うけど。うん、わかってる。にしても、こんな絵本があるなんて、よく引っ張り出してきたな。他にすることもないし、湿気を取ってからタイトル順に並び替えようかと思って。でもその絵本、どこにもタイトルが書かれてないんだよね。うん？ああ、そうだ。放題は覚えている。確か。黒蝶のサイケデリカだ。黒蝶のサイケデリカ？日陰くん？どうかした？ベニエリさん、それは恋です。私、やっぱり日陰くんのこと。日陰くんで日陰くん大丈夫？どうして今頃になってこんな記憶が。どうして日陰くん、何か思い出したの？すごく苦しそうだったよ。なぜ君がそばにいるんだ。ごめん、通りがかったら日陰くんを見かけて。君はどうして僕に近づいてくる？理由は何だ？そばにいるだけならまだいい。害がないなら多少うるさくても気に留めるほどじゃなかったけど、黙って放っておくと君はつけ上がった。平然と僕の敷地に入ってきて荒らし回ったんだ。日陰くん、どうしたの？自覚がない。それはそうだろうね。いつだって迷惑をかける方が無頓着なものだ。仲良くなりたい。そうやって持ち前の無邪気さでかき乱しておいて、よくもふてぶてしく。この本だって君が持ち出してきたくせに。日陰くん、落ち着いて。触るな！僕に干渉するな。何かあったなら話してほしい。私なら教えてやる。僕が知りたい。これで満足か？日陰くん、どうして？僕のことが知りたかったんだろう。だから教えてやっただけだ。ああ、そういえば君は僕が力で女を屈服させるような人間じゃないとか。これを機に考えを改めるといい。君が一体僕の何を知っていて、そんな風に決めつけていたんだが。どうした？もう抵抗しないのか？嫌がっていたのは所詮形だけだったということか。私は望むならもっと答えてやろうか。欲しいなら恵んでやる。ただしもう僕に近づくな。誰かに構ってほしいならカラスバかカギハに。私、誰かに構ってほしくて日陰くんに近づいたんじゃない。日陰くんだから知りたいって思った。日陰くんだから仲良くなりたいって思ってたのに、こんなのひどいよ。ベニウリ、君は僕を惑わせる。残酷なのは君の方だ。そんなある時、お父様が一人の男の子を館に連れてきました。この子は今日からお前の兄になる。仲良くしなさい。紹介されたのは、絵本で見るような美しい顔をした男の子。けれど、その目はうつろで、一瞬、ひるんでしまいました。それでも、よろしくお願いします、お兄様。お兄様？恐る恐る呼びかけると、信じられないものでも見たように目を見開いて、それから、よろしく。控えめに、でも、温かく微笑み返してくれました。その時の私には、兄ができるというのがどういうことなのかわかりませんでした。けれど、この美しく優しい笑顔の持ち主が、新しい家族になってくれる。それだけで、私の心は、ときめきに弾みました。はじめこそ戸惑いがあったものの、お兄様は学業も優秀で、その容姿からも周囲に一目置かれているようでした。私は自慢の兄ができたことがとても嬉しくて、いつもお兄様の後をついて回るほど懐いていきました。お兄様は物知りで、とても優しくて、私によく絵本を読んでくれました。それでも、黒い蝶は諦めませんでした。朝も、昼も、夜も、サイケデリカを目指して飛び続けました。お兄様、サイケデリカって？はっきりとは書かれていないけど、天国のことだと思うよ。黒い蝶は死んでしまった白い蝶を追って天国へと向かうんだ。黒い蝶も死んじゃうの？悲しいお話ね。ああ。黒い蝶は幸せだと思うよ。どうして？たとえ幻でも、死ぬ間際に大事な片割れに会えたから。死んだらそこで終わっちゃうんじゃないの？どうだろうね。幸せの形は人それぞれだよ。僕は黒い蝶は満たされていた気がする。よくわからない。君にはまだ早いかもしれないね。次は楽しい本を読んであげよう。もう一回この話を読んで。もう一回？うん、私もちゃんと知りたいから。わかった。ねえ、お兄様は恋をしたことがあるの？さあ、どうだろうね。それじゃあ、いつかお兄様にも、この蝶々みたいに恋人ができるといいわね。そうだね。いつかは。いつも、私たちは一緒でした。いつしか私は、孤独を感じないようになっていました。お兄様が館に来てしばらく経った頃、私は、お父様とお母様が言い争うのを立ち聞きしてしまいました。あなたは、どこぞの女に産ませた子を後取りにするというのですか？ただでさえ、妾の子を引き取らせるという屈辱を私に強いているのに、なんてひどい仕打ち！仕方なかろう。あの子は病魔に侵されている。いつ死んでしまうかわからない。家のためにも健康な男子を育てた方がいいだろう。そんなこと、よく悪びれもせず。怖くなった私は、その場から逃げ出しました。話の内容はわからなかったけれど、両親が大声で怒鳴り合っているのがたまらなくて、部屋に戻って一人で泣いていました。すると、大丈夫だよ。お兄様がそっと私を抱きしめてくれました。怖かったね。不安だったよね。けど僕がそばにいる。君は何も心配しなくていい。でもお父様とお母様が。大丈夫だから。私を慰めるお兄様はいつも通りの笑みを浮かべていました。しかし声色がどこか違う気がして。お兄様、どこか痛いの？どこか苦しいの？お兄様。大丈夫。君がいるから強くなれる。君がいるから僕は耐えられる。お兄様、大丈夫。大丈夫だから、泣かないで。その時の私には、お兄様の苦悶の理由がわからなくて、何かの呪文のように、二人揃って、大丈夫と繰り返していました。両親の不安に心を痛めていたからか、もともと虚弱だった私の体は、日に日に弱っていきました。倦怠感と熱っぽさが続き、本を読んでもらっている最中に気を失うこともありました。薬のおかげで意識は保っていたものの、不幸は重なり。ある日、突然訪ねてきた男たちが家中のものを物色し、持ち出していきました。また宴が始まるのかと傍観していた私も、あまりの慌ただしさに異変を察して、恐る恐る尋ねると、お母様は悲しげに目を伏せました。そして、家具が消えて、食器が消えて、雑貨が消えて、お父様の事業が行き詰まってしまったことをおぼろげに聞きましたが、何不自由なく育てられ、無知だった私には、それがどういう意味か理解できませんでした。きらびやかな家具や食器が減るのは構いません。でも、お兄様が館を開ける日が増えていたのは、寂しくて仕方ありませんでした。私の病に効く薬は、舶来品のため非常に高価で、お兄様は、それを買うお金を工面するため、家財を売ったり、親族に無心しに行ったりしていたのです。私は、ただお兄様にそばにいてほしかった。お兄様が、どんな思いをしていたかも知らずに。お願いします！妹を助けてください！どれだけ這いつくばっても同じだ。下賤な血筋の者が何をずうずうしく。恥を知れ。僕はどう扱われても構いません。ただ妹はあなたの姪ではありませんか。薬を手配してくださるだけでいいんです。資金は何としても作ります。だからどうか。まったくうっとうしい。分かった。薬だけだ。欲しいんなら恵んでやる。ただしもうこの家に近づくな。二度と目の前に現れるな。ありがとうございます。しばらく家を空け、お金を工面していたお兄様は危篤に陥った私を見て、あからさまに青ざめました。けれど、すぐに笑みを浮かべ、勇気づけるように手を握りしめてくれて。大丈夫だ。薬を飲めば元気になるから。おじさまが手配してくれたんだ。資金も用意したわ。きっと数日中には届くよ。そうしたら、すぐに先生を呼んで見てもらうんだ。もう少しだ。もう少しでおじさまが助けてくれる。兄は自分に言い聞かせるように励ましの言葉を口にします。うん、きっと大丈夫だよね。元気になったらまた本を読んでくれる？あ、もちろんだ。大丈夫だから、必ず助けるから。ありがとう。大丈夫よ。お兄様がそう言うなら大丈夫ね。私、お兄様がそばにいてくれるのが一番嬉しいの。お兄様を信じて元気になるね。別れなどありえないというように振る舞い続けました。そんな風に過ごすこと数日。私は静かに息を引き取りました。そして、月の光のない雨の夜、お兄様は恐ろしい過ちを犯しました。誰がこんなことを。早く誰か。人はあっけなく死ぬんだな。僕を騙した豚にも、僕を信じた花子にも、等しく死は訪れる。この手であいつを撃てば何かが変わると思ったのに、僕のしたことは何だったんだ。全てが無駄だったのか。土に額をこすりつけても金を集めても僕を信じてくれたあの子を助けられず、あいつらの言葉にすがって騙されてあの子を死なせてしまった。もう一度会えるものなら。それからお兄様は少しずつおかしくなっていきました。薬のために調達したお金で怪しげな呪具や書物を買ってきては貪るように読み進めて、僕はサイケデリカからあの子を連れ帰るんだ。お兄様は死者をよみがえらせる方法を探していたのです。狂人、そうささやく人も多かったでしょう。お兄様は取りつかれたように没頭していきました。周囲から孤立したお兄様は両親を、親戚を、世間のすべてを恨みました。強い執着と憎悪は呪いのようにお兄様を蝕んでいきました。そんなある日、お兄様は行商人の老人から不思議な万華鏡の話を聞きました。それは水面に幾何学模様を映す投影式の万華鏡で、条件を揃えて使うと映した場所があの世へとつながるとのことでした。お兄様は長い年月をかけ万華鏡を探しました。やがてそれはある貿易商の船の中に見つかり、お兄様は全財産を投げ打って手に入れたのです。新月の静かな夜、お兄様は老人に言われた通りに組み立てた万華鏡を湖のほとりに置き、明かりを与えました。するとそれは、世にも美しい模様を湖面に描き、直後、湖全体が燃え盛るように、まばゆい光を放ったのです。万華鏡は、本物でした。いよいよ湖全体が輝き、水面に道が映し出されようとした、その時、お兄様は何を思ったのか、懐にあった拳銃で自ら頭を打ち抜きました。お兄様はそのまままだ淡く輝く水面に吸い込まれるように沈み、そしてこの狭間へと流れ着いたのです。もともと写し代と常世の間に狭間などというものはありませんでした。万華鏡の不思議な力が強引にあの世への道を開いたため、歪んだ世界が生まれたのです。湖とその上に立つ館をかたどった歪んだ世界が、私は死後常世の世界で全てを見ていました。ところがお兄様の強い願望がそうさせたのか、万華鏡が使われた瞬間、私は生死の流れに逆行して狭間へと引き戻されてしまったのです。ここ、お兄様。狭間へと落ちた魂は記憶を失います。お兄様も例外ではありませんでした。記憶のないまま落ちてきたお兄様は私の顔を見て喉をかき苦しみ出しました。君はその顔、どこかで見たような。そうだ、あいつらが君を思い出させてしまっていいものか。私はとっさに姿を隠し、しばらく様子を伺いました。ほどなくして落ち着いたお兄様は、私と出会ったことで曖昧に記憶が戻ってしまったようで、他の魂が順当にあの世へと旅立つ中、一人、戻ることも行くこともできず、館に留まり続けました。記憶や写し世への執着がある魂は、天に召されることはない。私は、この狭間の世界の条理を知りました。そして私は、仮面で顔を隠し、素性を伝えぬまま、お兄様と、主様と共に生きることを決めたのです。何？こんなところに呼び出して。部屋では無理だなんて、どうせ面倒な話だろう。うん。あれほどはっきりと拒絶されて、まだ食い下がろうとするなんて。見上げた根性だね。影くん。主様。ウサギ。あ、ウサギちゃん、よかった。来てくれたんだ。約束ですから。そうか。最近紅百合の様子がおかしかったのは、お前のせいだったのか、ウサギ。お前を信用したことはなかったけど、万華鏡の完成を望む同志なのだろうと、侮っていた。まさか、紅百合と繋がっているとね。ちゃんから聞いたよ。日陰くんが館の主だったの。初めて会った時、化け物から助けてくれたのも、不安な時励ましてくれたのも、笑いかけてくれたのも、全部嘘だったの。そうだよ、全部嘘だ。仲間のふりをしていたのは、その方が都合がいいから。万華鏡が完成に向かうのを近くで見たかったから。全ては万華鏡のための嘘だ。今頃になって気づくなんて、のろまだね。ああ、でも少しだけ遊びが過ぎたな。君たちが傷ついていく様を見ていたいと思い、幕引きを遅らせてしまった。その間にこんなことになるなんてね。まったく台無しだよ。影くんはどうして万華鏡にこだわるの？叶えたい願いは何？願いね。もちろんあるよ。それって一体？せっかく黒幕当てに正解したんだ。特別に教えてあげようか。僕の望みは破壊だ。この世界の破壊、そして絶望の始まり。僕は万華鏡の力で、この狭間の世界を粉々に打ち壊す。それこそ、ちりぢりになった万華鏡のかけらのように。それって、どういう？僕はね、狂いそうになるほど長い年月を生きてきた。何千、何万回と繰り返される苦痛の日々。終わることのない恨み、憎しみ、痛み。記憶もないのに、苦痛の感情だけが押し寄せてくる。いっそ、死んでしまおうと思う瞬間もあった。一度死んだ身で言うのもおかしいけど、このまま際限なく生きるよりは奈落にでも落ちてしまった方が楽なんじゃないかと、漠然と終わりを望むようになっていたある時、思い至ったのだ。なぜ僕だけがこんな思いをしなければならない。他の魂は安らかに召されているのに、なぜ何も知らない無垢な魂を汚したい。僕の味わったものと同じ苦痛で心を引き裂きたい。この狭間を黒く塗りつぶしたい。もっともっともっと全てを歪ませたい。苦痛に満たされたこの世界を壊せば、生と死をつなぐ橋は崩れ、全てに絶望が溢れ出すんじゃないかって。みんなが僕と同じ苦しみに苛まれる様を想像すると、無性に楽しかった。放逸に浸れた。白黒の日々に光が差し、彩りが生まれた。狭間にたどり着いてから初めての感覚だった。そうだ、狭間の世界を粉々に壊してみよう。深紅の全てを後の人々に継がせて、その悲鳴の中で生きていこう。万華鏡に願いたいことなどそれしかなかった。ああ、それしかなかったんだ。なかったはずなのに。日陰くん、もうやめましょう、お兄様。何、こんなことしたって無意味です。どういう意味だ。お兄様、前からお前は知りすぎている嫌いがある。お前は僕の何を知っている。なぜ従う。それに今の呼び方は一体。私は大丈夫。日陰くん、よく思い出して。思い出す？館で消える直前の女の子に会った時、日陰くんは優しく笑ってた。あれはどうして？あの時日陰くん、妹を思い出してたんじゃないの？記憶があったわけじゃないかもしれない。でも、何か心の中で重なるものがあったんだよ。妹？そう。妹だよ。覚えてる？どうして今頃になってこんな記憶が。日陰くん、何か思い出したの？すごく苦しそうだったよ。日陰くん、記憶が戻ってきたんじゃ。日陰くん、妹がいたんだよ。病気がちでおとなしい、だけどとっても可愛い妹が。血は繋がってなくても大事に思ってて、いつも一緒にいて、部屋で本を読んであげたりして、優しいお兄さんだった。やめろ、これ以上思い出させるな。本当に大切な妹で、だから亡くなったのが受け入れられなかった。もう一度会いたくて、写し代とあの世をつなぐ万華鏡を探し続けて、そしてここにたどり着いた。今も万華鏡を探してるのは破壊や絶望なんかを求めているからじゃない。まだ妹を探してるからなんじゃないの？うるさい、うるさい、黙れ。君には関係ないだろう。関係あるよ。日陰くんはそうじゃないって言うかもしれないけど、私は日陰くんのこと仲間だと思ってるから。ううん、それだけじゃない。私にとって日陰くんは大事な人だから。なんバカ。日陰くん、万華鏡には願いを叶える力なんてない。ただあの世とこの世をつなぐことしかできない。世界は壊れないし、何も変わらないんだよ。どうすればこの狭間で幸せになれるかなんてわからない。日陰くんの受けた苦痛も私にはわからない。でも悲鳴の中に幸せはないよ。私は日陰くんがぬくもりを取り戻して幸せになってもらいたい。だからうさぎちゃんのことを、妹のことを思い出して。紅ゆりさん、僕には妹などいない、仲間などいない。そうか、君は僕から万華鏡を奪うために虚言を吐いているんだな。ウサギと結託して僕をたばかろうとして。違うよ、お願いだから思い出して。君はとんでもない食わせ者だ。弱そうに見えて、その実手強い化け物だったわけか。僕ともあろうものが騙されそうになったよ。でもその手には乗らない。万華鏡は渡さない。日陰くん、僕に近づくな。思い出して。近づくな。日陰くん。僕に近づくな。紅ゆりさん。あっ、うさぎちゃん。うさぎちゃん、どうして。しっかりして、うさぎちゃん。どうすればいいんだろう。血が止まらない。何か抑えるもの。紅ゆりさん、これを外返して。うさぎちゃん、お願いします。うさぎちゃん、しっかりして。どうして私をかばったの？もう少しで日陰くんがあなたを思い出したかもしれないのに。私はもういいんです。あなたを助けたかったんです。ベニユリさん、ありがとうございます。あなたのおかげで私、やっとお兄様に会える。うさぎちゃん、お前。お兄様、ずっと顔隠していてごめんなさい。記憶が戻ってしまったら、お兄様はどうなるんだろう。私たちの関係は変わってしまうんだろうか。そんなことを考えてしまって、素性を明かせなかった。私はずっとこれからも永遠に大事な人と向き合えなかったはず。感謝しています。そんなこともう時間みたい。今度こそ私は召されるのね。君は。お兄様、どんな姿になってもお兄様が大好きです。うさぎちゃん、さよなら。日陰くん、これ僕はあの子をどうしてこんなんなに近くにいたのに、僕がまた殺してしまった。僕は僕はずっと嘘をついて生きてきた。館に来てからのことじゃない。生前も嘘で塗り固めた人生だった。前に君は僕のことが知りたいと言っていたな。本当の僕の話を今でも聞きたいか？うん、聞かせてほしい。じゃあ、昔話をしよう。僕は、貧民街に住む女によって、この世に産み落とされた。望まず身ごもったのだろう。母は癇癪を起こしては、僕に辛く当たった。それがある日、どこぞの成金が父親だと名乗り、わずかな金と引き換えに僕を別世界に連れ去ったんだ。連れて行かれたのは贅を尽くしたと言わんばかりの趣味の悪い館で、女狐のような女が新しい母となった。女狐は実母以上に醜悪で、三度の飯に虫を入れたり、いや、飯が与えられればまだいい方か。衣服をズタズタに引き裂き、書物を捨て、僕を徹底的にいじめ抜いた。妾の産んだ子供なんて憎くて仕方ないだろう。けれど幼い僕は必死に気に入ってもらおうとして、生きる術として愛想を覚えたんだ。しばらくして、僕は父によってある女の子を紹介される。それって、君がウサギと呼ぶ少女、僕の腹違いの妹だ。妹は僕を兄と呼び、すぐに懐いてくれた。初めは戸惑いもあったけど、何の打算もなく、慕ってくれる妹を僕は大事に思うようになっていった。父や義母のことは大嫌いだった。でも、妹のためにそんな気持ちは押し隠し、いい兄、いい息子を演じ続けて、いつしか僕は、息をするように嘘をつけるようになった。嘘をつくのに何も抵抗はなくなった。本当の自分、そんなものも忘れてしまった。館に来て数年が経った頃か、もともと体が弱かった妹が床に伏すようになった。僕は大丈夫だと妹に言い続けた。大丈夫だ、必ず助けるからと。いつしかその嘘は自分の置かれた状況を勇気づけるためのものになったのかもしれない。大丈夫と自分自身に言い聞かせて、大丈夫、それだけは嘘であってはいけない言葉だった。すぐに妹の薬のために親戚へ金の無心をする毎日が始まった。父が財を失った後、奴らは手のひらを返して僕を蔑んだ。罵られようと、唾を吐きかけられようと、妹を死なせないためなら何でもやれた。そうしてやっと資金を用意し、薬を手に入れる約束を取り付けた。だが、薬は約束の日を過ぎても届かなかった。そのまま妹は、あっけなく死んだよ。その時、やっと僕は騙されたことに気がついた。あいつらは薬なんか用意する気がなかったんだって。そんな。今までの自分が音を立てて崩れていく気がした。妹がいたから、僕は善人のふりをしてきたんだ。けど、その妹がいなくなった。すべてが嘘だった。これは嘘をつき続けた自分への報いなのかもしれない。そう感じた。だから僕は嘘で塗り固められた人生でたった一つでいい真実が欲しいと願うようになった。真実って？妹に大丈夫だと言ったその嘘を僕は真実にしたいと思った。それはつまり、僕は病床の妹にこう告げた。大丈夫だから僕が必ず助けるからと、うん、だから僕は彼女を助けようと、生き返らせようとしたんだ。でも生き返らせるなんてそんなこと。そう、できるわけがない。けど、妹を亡くし、半ば気が触れていた僕にとって、それだけが生きる目的になった。古今東西のあらゆる書物を読み、呪具を買い漁り、やがて、写し代と常世をつなぐ万華鏡を手に入れた。それが、あの万華鏡？万華鏡は模様を映した水面があの世の入り口になる。ついに僕はあの世のサイケデリカの入り口にたどり着いたんだ。やっと願いが叶う。僕は歓喜した。けれどそれと同時にひどい恐怖を覚えた。死ぬことが怖くなったの？いや、妹に会うのが怖くなったんだ。彼女が死んで恐ろしく長い月日が経っていた。水面に映る僕はすでに妹の知る僕じゃない。白い蝶が黒い蝶になってしまったように、僕もまたサイケデリカを探し続ける中で、すっかりと変わってしまった。だから拒絶されるのが怖くて、おじけづいた僕は動き出した万華鏡を途中で叩き割ったんだ。え、そんな。今思えばそれでかけらがチリジリになったんだろうな。愚の骨頂だ。あと一歩というところで恐れをなしたんだから。妹を生き返らせるという悲願は叶わなかった。絶望した僕は、万華鏡の力が不完全に働いているとも知らないで、銃で頭を撃ち抜いた。銃で。そしてたどり着いたのは、サイケデリカには程遠い狭間の世界だった。記憶を失った僕は妹とはつゆ知らずウサギと出会った。これが君の望んでいた真実だ。まあ、あの子から大体聞いていたようだけど。生前も死後も嘘で塗り固められた自分、何一つやり遂げられない弱い自分、それが本当の僕だよ。それはきっと違うよ。何が？日陰くんは大丈夫って嘘をついたって言うけど、それは嘘じゃない。きっと願いだったんだよ。願い？うん。助かってほしい、死なないでほしいっていう日陰くんのたった一つの切実な願い。この館は日陰くんの妹にもう一度会いたいっていう純粋な願いから生まれたんだ。日陰くんは妹と会えたんだよ。そして願いは半分だけ叶っていて、遠回りしたかもしれない、間違ったこともしたと思う。でも自分を取り戻せた。少し怖がりで、でも妹思いの優しい日陰くん、それが本当の日陰くんだよ。今私の目の前にいる日陰くんは嘘なんかじゃない。日陰くんの望んだ本当のあなたなんだから。ユリ、君は本当におせっかいで、人のことを嗅ぎ回るわ、かき乱すわ、いくら注意してもバカを繰り返すわ。本当に日陰くん？妹のために嘘をつき続けて、自分を偽り窒息しそうにもがいて生きてきた僕に、この暗い水底のような世界は生前とそっくりで、でもそこで君といる時だけ、ほんの少しだ、ほんの少しだけ僕は生きて呼吸していたと思う。もし君が僕たちの生きていた時代にいたら。できればうつしおで君と会いたかった。紅百合、世話焼きで知りたがりな君が生前僕のそばにいたなら、きっと僕の嘘の数々は暴かれていただろう。自分に正直にならざるを得なかったはずだ。君がそばにいてくれたら。相変わらず夢見がちだな、君は。何を期待していたんだか。何？これ、私のヘアピン？最後の万華鏡のかけらだ。え？万華鏡のかけらって、どうしてこんなところに。さあ、僕が聞きたいよ。本当に君は何から何まで予想外のことをしてくれる。のかけらってどういう。気づいていなかったのか。万華鏡のかけらは残すところそれだけだ。だから君はそのかけらで万華鏡を完成させて写しをへ帰れ。日陰くん、どこ行くの？待って、一体何するつもり？そんな風に声を上げたりして、本当に想像しいな、君は。日陰くん！僕の肉体はすでに朽ちている。もう、戻ることはできない。やめて、日陰くん！ダメ！羽が黒く汚れた蝶は砂漠に倒れる。それが、僕が犯した罪にふさわしい最後だ。でも、僕はサイケデリカを見つけられたよ。この狭間こそ、僕のサイケデリカだったんだ。日陰くん！さようなら、ベニユリ。君は、僕の。お姉ちゃん、どうしたの？なんで泣いてるの？ううん、なんでもない。なんでもないの。ちゃったんだ。結局好きって伝えられなかったな。日陰くん、本当に意地悪だよ。自分は言うだけ言って私の思いは聞かずに旅立っちゃうんだから。ずるいなあ、もう。綺麗な蝶々。お兄ちゃん見て見て、こんなところに蝶がいるよ。ああ、本当だ。とても綺麗な蝶々だね。落ちてくる落ちてくる、永遠に手に入らないはずの、けれど願ってやまなかった最高のかけらが、はあ、今まさにこの世界に落ちてくる。他のかけらは刻一刻と集まるのに、外の世界のものには手が届かなかったからね。どうやって迎えに行けばいいのかと気をもんでいたけれど、自ら落ちてきてくれるとは。いや、自らじゃないから奴らが持ち込んでくれたみたいだね。あれは主様、夜遅くに失礼いたします。お前か。今狭間に落ちてきたものなのですが、そのお前も気づいたのか。男二人に女一人、神田拓也、姫野明、それから湊愛。それがかけらを持つ者たちの名前ですか。ここにたどり着く頃にはすっかり忘れているだろうけどね。だからまた名前をつけてやらないと。では次の協力者に彼らを選ぶのですね。ほんのお礼だよ。万華鏡は間もなく完成する。最後のかけらをもたらしてくれた彼らを奇跡の瞬間の立ち会い人にしてやろうかとね。はは紅百合はやっぱりあの子かな。女の子は皆あの名前を選びたがるから。主様はまた日陰を名乗られるのですか。別になんだっていいけど、今までもそうだったからね。夏希も鍵葉がお気に入りだよね。まあその時の流れで何とでも。彼らは幼なじみ同士か。しばらく離れて暮らしていたけれど、少し前に再会したと。けれど仲違いをした。それってどうかされたのですか。いや、彼らは夏希と、それから僕の元を逃げ出したあいつの昔からの知り合いらしい。ああ、そういえばあの二人が来た時も一緒にかけらが落ちてきたんだった。彼らはなぜ揃いも揃ってかけらを持っているんだ。そう、どうしてでしょう。まあいい。なるほどね、面識があるのか。それなら。その姿は和也さん。その反応を見るとうまくいったみたいだな。主様、どうして和也さんに？それも成長した姿。万華鏡を完成させるために必要なことだからだ。仲間のふりをして和也になり変わってかけら集めを先導する。時には衝突をし、時には励まし合い、時にはかばい合う。そんな仲間をまた演じてみせよう。そして信頼を得たところで壊す。兄弟、幼なじみ、そんな関係をなぶるのはたまらないだろうね。和也は意識がない状態で長く入院をしているらしい。そしてもう一人は言わなくてもわかるだろう。それは、ここは生と死の狭間。こんな暗い場所に彼らはずっと閉じ込められていたんだ。誰かのせいで。それを知ったとき、生まれる感情はどんなものだろうね。憤怒、憐憫、後悔、それともああ、楽しみだ。二つのかけらはすでに館に落ちた。残すは最後の一つ。希望を打ち砕かれた彼女が持つ最後のかけらを得て、万華鏡は元の輝きを取り戻す。この世界の最後にふさわしい絶望のかけらになるだろうね。あ？何か言いたそうだな。いつも話したからない。何を考えているのか、なぜ僕に従うのか。それだけじゃない。お前だけがこの世界で唯一素性を、記憶を読み取れない。お前は一体何者だ。何か目的があって僕のそばにいるんだろう。私は目的というか、すみません。どうせ聞いても何も答えないだろうとは思っていたよ。話したくなければ話さなくても構わない。その代わり、僕に意見するな。視線で不平不満を訴えるな。孤独を恐れ僕のそばにいるなら、黙って従い続けろ。いいな。はい、わかりました。僕は今からあいつらを迎えに行く。君はいつも通り、館の主の使者を装って、僕たちを導いてくれ。かしこまりました。ついに最後のかけらがもたらされた。万華鏡が完成するのか。いや、気のせいだ。早く。